しごし、きれいになーれーこうやればいいんですよ。はい、ごしごし、きれいになーれー。あ、うさぎさん、おはようございます。おはようございます、ご主人様。もしかして起こしちゃいましたか？よかったです。アリスが手伝ってくれたおかげでお掃除がほとんど終わりました。ピカピカになったでしょ。あ、褒めてもらいました。アリスのおかげですね。緊張ですか？あ、今日の最終ゲームのことですね。緊張してないと言ったら嘘になりますが、アリスと一緒にお掃除したおかげでだいぶリラックスできました。はい、私もです。昨日はたくさんの方に応援してもらいましたし、緊張したところで何も変わりませんから。私に今できることはお二人を信じて、それと自分を信じてベストを尽くすことです。はーい、はーい。待ちに待ったファイナルゲームの日ですよ。3-7の連勝がここで終わるのか、それとも無敗記録を更新するのか。早速今日の主役たち両チームをお呼びしましょう。まずはソーダチームですよ。皆さんに名前を呼ばれてます。ピカピカウサギさん、かっこいいです。 ありがとうございます。続いての入場は前回のイベントのウィナー、3-7チームだ。すごい人気ね。こんにちは皆さん。たった数日間お会いできなかっただけですが、とっても会いたかったです。こんにちは皆さん、応援ありがとうございます。頑張ります。白いウサギさんと黒いウサギさんです。近くで見ると優勝して一緒に写真を撮りたいです。はい、私も必ず勝ってメイドカフェを守ります。必ず。ではファイナルゲームを紹介しましょう。
今回のゲームはとてもシンプルです。ロープを登った先に展示ボックスのキーを置いてあります。先に登ってキーを獲得した方がウィナー。バーッ、ただ登るだけでは面白くありません。ロープはランダムに滑りやすくなっていますよ。うっかり滑ると落ちてしまうかもしれませんね。つまりこれは体力と慎重さが必要なとても難しいゲームになるでしょう。質問があります。メンバーみんなで登るんですか？ NO! 違います。各チーム登るプレイヤーは ONLY ONE。 途中で交代はできませんから慎重に決めてくださいね。すごく高いですが大丈夫でしょうか？本当に良かったです。はい、ご主人様はまだ肩を痛めてますよね。アリスにも大変そうですし、ここは私がやります。昨日もピカピカウサギさんがずっと頑張ってましたよね。とっても大変だったと思いますけど。でも今のご主人様の状態だと登れませんよね。アリスはロープ登り自信ありますか？途中にツルツル滑る場所もあるみたいですよ。自信はないです。その私今日は自信があります。少なくとも一番上まで行くことはできます。カピカウサギさん、それにチームを立ち上げたのも私なので一応リーダーですから最後まで責任を持ちたいです。だから私に任せてください。あの、私優勝しなくても大丈夫です。ウサギさんとピカピカウサギさんと写真を撮るだけでもいいので。だから絶対決まっちゃダメですよ。はい、オッケー。ソーダチームからはソーダが、スリーセブンからはブランが出場ですね。こんにちはブラン、私なりに頑張ります。よろしくお願いします。こちらこそよろしくです。ソーダなんだか嬉しそうですね。はい、信じて心にかけてくれる方たちがいるってすごく嬉しいことですから。なるほど、わかります。今回のゲームは熱くなりそうですね。では両者ともロープを握ってレディーセットゴしている慣れがありますが、ソーダはそんなことないはずなのに。はい、難しいです。でも約束しましたから、少なくとも一番上まで登るって。
いことがあります。ソーダはここで勝ったら社長にどんな願い事をするつもりですか？メイドカフェを守ってほしいとお願いします。そうですか。それがソーダがここまでやる気になった理由なんですね。私は特にお願いしたいことがありません。だからソーダほど必死になれないんです。それって怒らせようとしてるんですか？まあそんなところです。そういう割には手を抜いているとは思えないので、特に嫌な気分になったりはしませんね。そうですか。はい。私も手伝います。やっとほどけました。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。 OK、 ファイナルゲームもここまで。両チームともお疲れ様でした。